どうも、こんにちは。ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、前回ね、水の神殿を攻略して、すべての水栓を開けることができました。じゃあ、これからね、多分、大ボスの元に向かっていくと思うので、頑張って倒していきたいと思います。意外とね、ゼルダのストックがなかったんで、まあ、今日取れてよかったなって思います。どんな敵なんだろうね。音でかっ。さあ来るぞ。おお、ヘドロが消えてなくなったぞ。これでサドモ。なんだ。お？タコ？オクタコス？うわ、やば、今月の給料やば、むちゃくちゃ入ってるわ。ちっちゃいな、意外と。っていうのもどうやって倒せばいいか。これでよし、これか、違うな、なるほど、これだな。よいしょ、1、2の3ガリア4だ。うっそ、壊れちゃうの。なるほど、これであれが使えるんだ、あの目玉ね。目玉ちょっとセッティングして、なるほど。あ、でこれでまといつつって感じか。待て、強くないか、体力ね。あの、そうだ、俺ご飯食べようと思ってたんだ。ちょっと待って、もう一回行くわ。さて、たくさん、まあこんだけあればいいかなっていうくらい作りました。よし、行きましょう。オクタゴス、行くぜ。そうだね。よし、狙って、OK。で、まずこの格好上のやつか。次こういうので使うのかな。よし、シャッター。1、2の3ガリア4。ナイスナイス、つつけ。頼んだぞ。でちょっと出しとくか。あいつ、お前も攻撃してくれ、攻撃してくれ。お前もさあ、違う、はい、集中ゼリーを、よいしょ、オッケー。まあこういうことだな。で滑空打を、よし、シャッター。あ、オリジナルエッジが壊れそうだ。はい、次、これ使っていきましょう。1、2の下がりや、はい、はい、使って水まといつつ、はい、集中電気を投げ込んで、 OK。 あ、当たんないか、来い、頼む、OK だ。したんで、どういった、変装打ち、やばい、痛い、ついよ、つまで防御力上げていく。待てよ。で、これで水をまとって、よし、よしよし。で、滑空打さんを使って。なんで、え？ダメじゃん。お、第二形態？滑空打ではなかったな。おっと、さあどうなる？OK。
結構強いね。なるほど。ヘドロだらけだ。水で流しながら戦うぞ。よし。オッケーオッケー了解。でここら辺もこうやってやって。で教えてもらったこいつね、こいつも出していこうか。違う、待て待て待て、はい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 、完璧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 、これだな、対策はこれだな。やばい、痛いけど大丈夫大丈夫、ひとたまりもないぞ。よしよし、ナイスナイス。これだけヘドロがあると動きにくい。よし、当てて、もう一発当て、よいしょ。おお、やつはヘドロの中を泳げるのか。あんなに逃げ回られたら追いつけないぞ。逃がさん、たわけが、マジでたわけだな本当に。よいしょ、逃がさんぞ。やばい、どこ行った俺の。よし、待て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 、オッケーオッケー、これで防御できる、これで防御できる。はい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 、マジありがとう、あの妖怪大好き先生、マジ神、マジ神。待って、痛い、あ強いな、でも防御力アップエゴ全然食らわんやん。で、オッケー、これはオッケー、お役ごめんで。よいしょ、当てて当てて、よし、で、タコが来ると、よし、どこ行った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 、ここか。よいしょ。終わりだ。死ねー。しゃー。完璧な立ち回り。妖怪大好きさんのおかげで勝ったわ、これは。絶対にそう。しゃー。あんまでかくなくて気持ち悪くはなかったね。な、今回はゼルダは出てこなかったか。お、消えてった。ハートゲット。よしよし、やったぜ。かっこいいだ。意外と使わなかったかもしれない。まあまあ、でも準備しといてよかったね。さあ、秘跡ですね。次どこに着くんだろうね、この子は。首元とか。やっぱシドかっこいいな。うん。子孫よ、我が血を継ぐ者、シドよ。その声は。さっきからずっと俺たちに話しかけてきていた。私はあなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゾーラ族の戦士にして水をつかさどる賢者。あなたの流れるような戦いぶり見事でした。さすがは我が子孫
ゾーラの誇りです。あれはヘドロの元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石があなたの手に渡るのを防ぐことでした。あ、そこなんだ。次、魔王と秘石だって。そう、これからのあなたにとって重要なことなのです。だからどうか聞いてください。封印戦争の悲劇、そして我が一族の運命を。まあ前回と一緒でしょうね。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと、罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れました。それこそが魔王ですが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がったのです。はい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 。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を私たちに渡しました。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。私もその一人、水の賢者として秘石を携え戦いに臨みました。しかし奴は強大でした。我が水の守りも貫く苛烈さ、恐るべき俊敏性。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのです。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が私のもとを訪れ、ゾーラ族の運命を決定づけました。いずれ魔王の封印は解け、再び動き出します。そうなった時、対抗する力が剣士リンクには必要。お願いです、水を司るゾーラ族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間でした。魔王討伐は我らの悲願。我がゾーラ一族は魔王復活の時、再び水の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓います。これが封印戦争の悲劇と我が一族の運命です。あなたたちの活躍でゾーラの里は救われました。しかし魔王復活は近いでしょう。我が子孫シド、どうかこの秘跡を継承し、私が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてください。リンクと共に戦うことが俺の運命。俺はここに里を救いに来たつもりだったが、ハイラル全土を救えと託されるとは。ご先祖様のように俺もハイラルを守ってみせる。奇跡は俺が受け継ぐぞ。水だよな。水って書いてあるよな。違うかな。はあ。俺は水の賢者。見ろ、これが賢者の力だ。で、これでシドも使えると。
なるほどね。さあリンク、手を。水の賢者シドの名において君と共に戦うことを誓う。受け取ってほしい。これがその証だぞ。人差し指なんだ。おお。その指輪で俺の力はいつでもリンクと一緒だぞ。改めてよろしくなリンク。さあ里へ戻ろう。よっしゃ、じゃあ戻りますか。ということで、水の神殿攻略完了ということですね。ヨナさんがね、待ってますから、無事にね、指導を送り届けましょう。で、このままゾロ族なのかな？長いな、ロードが。戻った。で、これで体調良くなるんじゃないですか？お、来たきれいだね、やっぱりゾーラの里は。リンクさんお帰りなさい。見たかリンク、ヘドルがきれいさっぱり消えたぞ。おかげでゾーラの里と民は救われた。いくら言葉を尽くしても足りぬが礼を言わせてほしいぞよ。ムーズリ、これで認めてくれるだろう。してシドよ、リンクの助けがあったとはいえ、里を見事、救った里を救ったこたびの活躍見事ぞよ。もうお前は我が跡継ぎとして申し分ない。これを機にわしはお前に王位を譲ることに決めたぞよ。君何を言いなすです。ああ、そうですよね。いや、前々から考えておったことだシドよ。お前はヨナと手を取り合い、新しき王となり、二人で共にゾーラの里を導いていくのだ。俺が王に。お、ありがとうございます父上。必ずや期待に応えてみせます。さあ、神王の冠をここに。ハイラル一の剣士が見届け人ぞよ。お、いいじゃん。降臨の槍欲しいな。皆の者静粛に。父ドレファンよりこの冠を受け継いだ。今この時より俺は王となった。あ、なるほどね。そして同時にヨナを王妃に迎えることにしたぞ。王妃すごい、喜ばしいことですね。ヘドラの脅威は去り、私たちは怯えることなくこの美しい空の下で泳げるようになりました。それはシド王とここにいる剣士リンク、そして里の皆の協力のおかげです。私はこの里の一員となれたことを誇りに思います。ですが、全てが解決したわけではありません。そうだ、ハイラルの地が不穏な波に揺れる限り、手に入れたゾーラの平和も簡単に泡と消える。今度はゾーラ族がリンクを助ける番だぞ。みんなも力を貸してほしい。
我が妻ヨナと王として俺の初仕事だ。ねえ、これはシドはね、慕われてますよね、かなり。さてリンク、ゼルダ姫の剣だが、秘跡を手にして見えた光景で時の賢者と呼ばれていたあの女性、生き写しなんて言葉じゃ済まされない俺たちのよく知るゼルダ姫だった。対して里に現れたゼルダ姫は父上を襲った遥か過去、ご先祖様の時代と今のこの時代にいるゼルダ姫は別人なのか。うむ、どちらにせよ探し出したって直に聞けばいい。そうですね、姿を消したゼルダ姫の行方について引き続き情報を集めておく。またゾーラン里を訪れてくれ。ということで、水の賢者シドとの名役が手に入りましたよと。でもシドの能力結構使えますよね。自分にもバフがかかるし、王様なのにここにどかないんだね、あなた。ムズリ、お前、つまりいつも言っているように、もっとヨナ様のおそば付きとして自覚を持ち、いかなる時も自重として恥ずかしく立ち振る舞いを。はい。ひふみ、反省しています。あ、リンク様、私としたことが気づくの遅れてしまい大変申し訳ございません。お説教に夢中だから。元はといえば、あなたの仕事がはかどっていないのが原因でしょう。リンク様、どうけてそう。え、なんだって。早速ヨナ様から情報をいただいたのに、今の今まで何をしていたのです。ゾーラの兜を食べたお魚がいないか。ヒセさん、そんないないでしょう。ほうほうほう、なるほど、ゾーラの兜ね。それ今探しに行きますか。じゃあリンク、また旅に出るんだな。姿を消したゼルダ姫の行方について引き続き情報を集めておく。ゼルダ姫の捜索は容易ではないだろうが、だが何があろうと君、はい、ありがとう。ムズリムズリ、お前認めろ俺のこと。おお、リンク、よくやってくれたぞよ。お主は助けもあり、指導は誠に立派になられた。わしも安心して里を離れられるぞら。おお、そうなんだ。プロは殿のこと、お、マジか。ゾーラの兵士と共に力を尽くすつもりぞら。よかったよかった、ちゃんとハイリア人のことを認めてくれて。じゃあ早速ゾーラの兜を取りに行こうかな。なんかお魚なんちゃらってとこ、そうだね、地底じゃなくてここに行きたいんだけど、確か登れたよね、こっちか。おおお、ヨナさん、こんにちは。あら、リンクさん、この度は本当にありがとうございました。里を救ってくださったリンクさんへお返しができないかと考えたのですが、お、来た。ゾーラのすね当てについて書かれた古い文献をジアードさんが見つけたんです。これを身につけた者は水中を自在に泳ぐ力、リンクさんが持っていればきっとゼルダ姫を探す。そうですね、欲しいかなこれは。肝心のすね当てがまだ見つかっていないんです。ジアドさんが見つけた文献によれば、ゾーラのすね当ては遠い昔ゾーラ族とハイリア人の交友を祈願してゾーラの祭殿に奉納された。それを聞いて祭殿を探してみたんですが、私見つかることができなくて。なるほど、めんどくさ。あそこ行かないといけないの、また。ガチ。それはやだな。とりあえずここマッピンでしょ。一回ここ飛びます。シドだな。よし、あそこだね、多分。リト族でもそういうイベントあったんだろうな。次回のパートでそういうとこをちょっと探していこうかな。多分いろんな装備とかゲットできるはずだと思うんだけど、よし、行きましょう。一旦このお魚の島に行って探しますか。でゾーラの祭壇のところにも行っ
で、ここにどこにあるんだろうね。なんか前回結構探したんだけど、なんかある気配がなかったけどな。クリアするともらえる的な感じなのかな。あるのかね。どこだ？あるとすれば、あるこれ？ある気配がしないんだけど、これヒャン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 うるせえなこれ。チューリが一番使えるんだよなやっぱり。ダルケルもなかなか使えるし、まあシドは戦闘用かなっては思うけど。周り見渡しても何かあるわけではないと。なんだろうか。もう一回見ますか。終わらぬお説教、収められている。収められている。なんかでも一番怪しいのはあそこだったよな。ここに収められているってことだ。ここに一回これ使ってみる。これ置いてみる。違うか。でもここだと思うんだよな。なんかじゃあ鱗ぶち込んでみるか。待って、違うな。もったいないもったいない。違うな。違うな。収められている。謎だな。何にもないぞ。収められている。収められている。全く分かんないな。ヒントがなさすぎるでしょこれ。何かしたら的な。違うのかな。王の鱗でも もらえないしな多分。ここじゃないかな。違うか。戻れ子でもないか。わーこれ気になるね。ほう、収められている。なんかここちょっと怪しげな入り口があるのかな、これ。はあ、ははあ。これを。何か。わからないね、ちょっと。中に入れたらいいんだけどね。
どう？これで入れたら。無理か。無理か。一回面白いことしてみていい？ここにさ、ここら辺にこれ置いてみる。うわ無理か、もうちょっと上か。よいしょ、待てよ。何してんの俺。いけるかな。来た！いけんかなこれで。これで中とか入れんかな。これで中とか入れないですか。あ、ダメなんだ。もうちょっとこっちが、そことか。どうすか。ダメだな。ここにポンって出るんだろうねきっと。ちょっともうちょっと探索するか。あまりにもわからなすぎる。ではね、今回ここまでにしたいと思います。次回ね、どうしようか。ちょっと探索、こっちのね、ここ行く前にいろいろ探索して、ラムダの財宝とかもやっておきたいんで、こういうところも解放したいんで、まあ探索パート10くらい使うかもわかんないけど、まあそれもお楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。